ぱ足の速い子は特別なトレーニングをしたわけじゃなくて、いきなり足速いですもんね。教官速かったでしょ。もうまあ、おぎゃーで早かったですね。もう単純に言うと、もうやっぱりその物心ついた時にはやっぱり他の子より早かったですね。っていうのを今思うのは、やっぱりその腸腰筋もそうですし、多くの筋肉を使うことができるってことですよね。そうですね、はい、反対の筋肉だけです、運動してないってことですね、うん。これがもちろん腸腰筋を出力としてできたら、もっともっと大きな数で勝負できるんですけど、それはさすがにね、幼稚園ぐらいからできる子っていうのは稀だと思います。でもまあ少なからず運動神経いい子っていうのは、やっぱり使ってる筋肉の数は間違いなく多いっていうことは言えますよね。普通の子はその足の速い子がどういう感覚を持ってるのかっていうのを知ることから、やっぱ始めるのが体育としては大事ですね。そうですね、はい。あ、腸腰筋を使ってるんだって、ひょっとしたらちっちゃい頃に気づくと、うん、その子も足が速くなるかもしれないですし。もちろん速くなりますよね。はい、はい、そういうこうジュニアに向けての教育とかもできると面白いですね。そうですね。だから中には、はい、未だに速く走るためには後ろを思いっきり蹴ると思っている子が多分いっぱいいると思いますよ。まあ、そうやっぱり体育では習いますもんね。はい、はい、ただ陸上選手見てください、はい、蹴ってないですよね。みんな母子球で跳ねてるだけですよ。そうですね、はい、もも上げてるだけですよ。そういうところに気づけば、早く気づけば、その分だけ、ね、伝達能力っていうのも上がってきますし、当たり前の生活になりますからね、動かし方が。早くから気づけば、その分だけ能力は伸ばしやすいと思いますね。